こんにちは、カジムーです。今回はですね、歌詞分析、バックナンバーはミスターチルドレンから影響を受けているのか、二組の違いも分析ということでですね、まずは二組の共通点を見ていきます。そこからですね、バックナンバーがどんな風に影響を受けているのかというところを見た後、二組のそれぞれの特徴を分析していきたいと思います。分析する材料は何なのかというところなんですけど、私がですね、Pythonプログラムで自作したツールを使っていきたいと思います。そのツールで何がわかるのかというところなんですけど、その歌手がですね、最も使う単語トップ10を抽出させたものを材料にします。はい、でですね、単語の品種は名詞に絞っております。まあ、これを材料を使ってですね、分析していきたいと思います。はい、ということでですね、皆さんはミスチルとバックナンバーどんな印象を持ってるでしょうか。まあね、ポストミスチルなんかね、バックナンバー言われてたんじゃないかな。はい、でミスチルはミスチルでですね、もうみんな聞いてるでしょってぐらい、まあすごいじゃないですか。はい、でもですね、私ですね、大学になるまでですね、ちゃんとミスターチルドレン聞いたことなかったんですよね。なんでかってね、まあ、あの当時、中学高校とかぐらいはね、太い声が僕好きで、それこそ小袋の黒田さんとかの声がめちゃくちゃ好きで、もうそういう系統の声ばっかり歌聞いてて、で細い声が苦手だったんですね。でテレビかなんかで桜井さんの声をね聞いた時に、なんかこう絞り出したような、あの細い声が、その当時はもうダメでダメで、はい、でもすぐにもうシャットダウン、もうこんなね、いいバンドを、素晴らしいバンドをですね、避けてたんですよね。でもですね、ある時ですね、自分の好きなアーティストがね、ミスター・チルドレンから影響を受けました。それこそ小袋なんかで、他のところもね、そういう声が多くて、これはちゃんと一回聞いてみなあかんなと思って、聞いたらもうどっぷりね、やられました。あー、なんかこの、あ、もう本当だ、天才だって、もうすごくね感じました。はい、もう細い声っていうだけでね、なんかこう食わず嫌いは良くないなってすごく思いました。はい、なのでね、いつか、あゆもちゃんと聞きたいなと思っています。すいません。はい、では早速分析いきたいと思います。はい、それでは分析いきたいと思います。こちらの上のグラフがですね、ミスターチルドレンとバックナンバーのよく使う単語トップ10になっております。でこの回数がですね、歌の中で、全体の歌の中で使われている、使用回数、頻度、回数ねになっております。ミスターチルドレンはこんな感じですね。はい、でバックナンバーはこんな感じですね。はい、で下の表がですね、ここは自分が勝手にカテゴライズしたものなんですけど、まあ二組の共通点、共通の単語は何なのか、相違になっている単語は何なのかとか、人物形を指す単語はどうなっているのかとかいうふうにですね、ちょっと自分なりにカテゴライズしたものになります。でこの2つ を見ながらですね、右側こんなふうに分析をしましたよという結果になっています。ここをですね、かぼちゃくんをめくりながら一緒に見ていきたいなと思います。でですね、最初共通するところを見てですね、こういうところバックナンバーはミスチルから影響を受けてるんじゃないかなというところをね、こう二つ見つけたので、そこをまず見ていきたいと思います。では、早速ですね、共通するところを見ていきたいと思います。分析一つ目いきたいと思います。でですね、皆さんこれ見てどんな風に思ったでしょうか。共通するところどこかなというところで、この表のですね、まずここに僕は注目しました。はい、よいしょ。人物形を指すところが一緒なんですね。はい、自分と人という単語があるんですけど、これは一体どういうことを指しているのかなということを考察していました。はい、でですね、まあ、二組ともこう自分と人を使ってるということはですね、なんかこう自分とこう他人をですね、俯瞰的に見ている描写なのかなと、うん、そういうところなのかなと歌詞の中ではそういうイメージをしました。はい、で、まあ、客観的に見るっていうことはですね、まあ、普通、まあ、全然珍しいことじゃないと思うんですね、歌詞の中では。はい、でも、もうその中でお互いが何かこう似ているところがあるんじゃないかと思いましてですね、ここからですね、二組の歌詞を見ながら考えていきたいと思います。はい。で、ここではですね、人という単語をですね、に着目して歌詞を見ていきたいなと思います。で、まずは
ミスターチュードレンさんのヒーローをちょっと見ていきたいと思います。ですね、こういうところに人が出てるよというところなんですけど、まず歌詞の冒頭、はい。例えば、誰か一人の命と引き換えに世界を救えるとして、僕は誰かが名乗り出るのを待っているだけの男だ。愛すべきたくさんの人たちが僕を臆病者に変えてしまったんだというところなんですけど、ここに人がありますね。はい。が使われているポートとなんですけど、もうね、ちょっと素晴らしすぎてですね、もうこの歌そのものを語りたくなるんですが、我慢をして、はい、ここちょっと見ていきたいと思います。ここ、まず、どういったところなのかというところなんですけど、まあね、自分は、まあ、すごい人間なんかじゃないということを、例えで、説明している部分だと思うんですね。はい。で、命をもうかけるなんてことはできないよと。なぜなら愛する人たちが僕にはいて、その人たちと一緒にいたいからだっていう、もう素直な、あれですよね、気持ちですよね。だけど、まあこの後の歌詞というか歌でですね、まあたった一人君だけのヒーローにはなりたいんだという、まあ話で、物語で進んでいくんですけど、まあまずね、表現がね、もう、すごすぎますよね。はい。この例えでね、共感を生んでね、こう、引き込むっていうところが、まあ、すごいなと思うんですけど、まあ、ここで、まあ、人というところがですね、こういう例えの中で使われているな、ということが見えて取れました。一つ。はい。で、バックナンバーさんの曲も見ていきたいと思います。はい、瞬きというところでですね、ここサビの部分をちょっと見ていきたいと思います。幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった雨に傘をさせることだと言っております。で、ここではですね、幸せについてこう例えで説明をしている部分だと思います。はい。で、これどういった、歌詞の部分なのかなというところなんですけど、まあ幸せというのは、まあ当たり前のように、こう美しいことがね、キラキラしたことが続くようなことなんかじゃないんだと。大切な人が辛い時に手を差し伸べられることなんだと。だからつまり、相手を幸せにすることが、幸せそのものなんじゃないかなというふうに、定義づけてるというか問いかけてるというような部分じゃないかなと僕は感じました。はい。でですね、この二つからですね、まあどういうふうに思ったかということなんですけど、まあこの物語、どちらの歌詞もですね、大切な人をね、思う歌なんですけど、まあ、それを表現するために、例えがこういうふうに用いられてるなと。で、もしかしたら、まあこういう部分が、こうミスチルから影響を受けているところなのかなと思ったんですけど、はい、影響、その1。まあね、僕と君という主観とは別にですね、こう物事を客観的に解いていくというこの表し方が、こう似ているんじゃないかなというのをこの単語分析結果から思いました。考察しました。はい。どうでしょうかね。強引だったらすいません。はい。で、次、分析二つ目いきたいと思います。またですね、この表から私感じたんですけど、はい、見つけました。体というところでですね、体を指すところなんですけど、胸、手、心というところでですね、お互い全く同じものが、同じものだけ使われているという感じなんですけど、はい、こういうことですね。で、これは何を指しているのかというところを考察、分析していきました。はい。で、これどういったことなのかなと思ったんですけど、おそらくこれらを使った表現が似ているんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、ここではですね、お互い、トップ5に入っているこの手というところに注目して、お互いの歌詞を見ていきたいと思います。はい。ミスターチルドレンさんの、はい、抱きしめたいと。いう曲ですね。これもね、いいですよ。名曲ですよね。はい。で、ここの歌詞をちょっと見ていきたいと思います。人波で溢れた街のショーウィンドウを見とれた君が不意につまずいたその時受け止めた両手のぬくもりが今でもというところですよね。いやー、すごいですね。すごく映像が頭に浮かびますよね。はい、こういうなんだろう不意なところなんだけどその中にある
何かね、ポッとくるものがね、まあいいなと。まあ僕相手いないんですけど、まあこのね、映像がすごく浮かんでくるなという描写だと思います。手を使った、はい、描写だと思います。で、もう一つ、バックナンバーさんのヒロインというところの歌詞見ていきたいと思います。はい。転びそうになって掴んだ手の層の先で、手の層の先で、ありがとうって楽しそうなのも、それも君がいいというところですよね。ここめちゃくちゃね、似てるんじゃないかなと思いました。はい。彼女が倒れそうになったところで手を差し伸べる。その瞬間に広がる、まあ、ぬくもりだったりとか、まあその笑顔だったりとか、そこから幸せなもの、何かあったかいものを感じてるっていう描写がすごくここは似てるなと。で、お互い手をキーワードにして、こう、なんだろう、ライトアップされている、こう場面じゃないかなと思うんですね。はい。で、こんな風にですね、似ているんじゃないかなというところで、はい。体をこういう風に使った場面表現がですね、非常に似ているのじゃないかなと私は思いました。はい。こういうところが、ミスチルさんから影響を受けたんじゃないかなという二つ目になりました。はい。というところで共通するところは以上になります。はい。では、次、それぞれの、じゃ違いを見ていきたいと思います。はい。果たして、ミスター・チルドレンさんは何の歌なのか、バックナンバーさんは何の歌なのか、というところをですね、見ていきたいと思います。さあ、一体どうなってるんでしょうか。